ばんは。マリカこんばんは。白目が久しぶりだね。ね、めっちゃ久しぶりです。キミジーマ、どうも、ヤッホー。マリカ寝るところです。おやすみさんなの？ゆけにゃんに赤の目邪魔ないんだが、嘘！部屋の 赤色担当でしたので。赤色女でーす。あ、爪ネイルができてなくて、ちょっと本当に気まずい。グラ、珍しい。そう、久しぶりに配信してみました。ロヘ、あれ可愛くなりましたか？本当？ありがとう。可愛いですか？可愛いですか？嬉しい。母さん、長い星ありがとう。野良猫、ひにゃにゃは体調大丈夫。元気。ひなのは元気です。ひなちゃんは、バリバリ元気。今日髪の毛をヘアサロンに行ってきました。どうですか？寝ようと思ったらヘアの通知が来たからまた起きた。えらいじゃん。ひなちゃんの通知で起きてない。お仕事疲れたのだ。寝る。いや、何あったら仕事頑張った。えらいね。頑張っててえらいよ。野良猫かわいいよ。知ってる。ありがとう。ヤンバクさん初見です。違いますね。あなた見たことありますね。高谷さんありがとう。君島ちゃんと生きてる。一応頑張って生きてます。ひなのちゃん頑張って生きてるんですよ。なんとひなの頑張って生きてるのだ。えないでしょ。ひなの解析青ね出た。知ってる。ありがとう。青ね、また絶対に。成瀬さんありがとう。タム幼稚園年少組さん、あ、ランタンさんか。はじめましてじゃないですね。こんばんは。なるせさんハートありがとう。リュウジこんばんは。おー、ヤッホー、お久しぶり。ツッコさんハートありがとう。こんばんは。みんな元気か。なんだこれ、なんか、なんだこれ、なんか配信が久しぶりすぎてちょっと難しいというかよくわかんない。あの、どんなんだったっけって感じ。最近全然配信してなかったのであれって感じ。しかも手で持ってる、置くところがなくて。僕暑くて焦げ猫になってます。かわいそう。昼間も暑くてもう耐えられない。外出たくなくて、あの、本当にニート加速中って感じ。あやかシャボン玉ありがとう。これはシャボン玉っていうのを前回教えてもらったから覚えた。母さん流れ星ありがとう。税金？税金何？税金何？ランタさんコメント開こうとしたら間違えて押しちゃった。すまんの、死んだ。いいよ。ヤンパクさん、認知聞いてないの好き。バーベキュー仕事だった。イベン待ってるね。また会おうね。ちゃんと覚えてるよ。もちろん。ナイセさんハートありがとう。高い流れ星ありがとう。グラン相変わらず遅い時間帯ですね。そうなんすよ。私が早い時間に配信できるわけないじゃん。まあ、あの、頑張りたい気持ちあるんですけどね。気まずい。美味しそうな肉食べてましたね。そうなんすよ。私ね、美味しかった。あの、うちのマミーに松阪牛を送っていただきまして、みんなで食べました。キミジーマ、8月イベルの、8月イベ、今なくなったから、どうしようかな、みたいな。どうしようかな、みたいな。悩んでます。どうしようね。タミチンヤッホー。ナタさん、夜行性なの、ケンタル何より。そう、元気なんだよ。夜行性で生きてる。母さん、長い星ありがとう。マスクマンヤッホー、こんばんは。母さん、ヤノママありがとう。ヤノママ喜んでた。みんなが美味しかったって言ってたって言ったら、そうなの、よかったわーとか言いながら喜んで待ちた。くら、というわけで寝ます。おやすみ。えらいね、ヤノが配信する時間までちょっとギリギリ起きてて。ヤノちゃんの配信を見れたので幸せな気持ちで寝られるね。おやすみ。二次会行きたかった。死んだ。ねえよとか言っちゃって。ナイスさん、抹茶菓子美味しかったね。美味しかった、本当に。ハッピー、楽しかったにゃー。またやろうね。お前髪大丈夫？またやろうね。高谷とありがとう。大輝、会えなくて散る。生きろ。じゃあ幼稚園に戻ります。ナイスさん死んだ。
幼稚園児だったんだ、俺と一緒やん。マスクマン、こんばんにゃ、ひなにゃんしか。さっきまでさ、あのさ、人の名前がさ違ってさ、あのひなのんしかに変えてからまたこんばんはってイラストなんですか、気まず。今のめっちゃ気まずいよ、これ今めっちゃ気まずいよ。ひなのんは見てたよ、気まずいよー、きけき、気まずてか、そうヘアサロンに行ったんすよ私ね、さっき言った。なのにみんな触れてくれなかった。俺の髪可愛いよって言ってくれなかった。なんで？早く褒めて。ごめん無理、気まずい結構。うんだろうね、本当にあんたはみんなに謝った方がいいよ。ごめん間違えた、間違えちゃったんだ。間違えなら仕方ないんだ、そうだもんね、人間だもんね。間違えだったんだ、そうだったんだ、間違えなら仕方ない、許すわ。間違えてなかったら許さなかったけど、間違えだったら許すね。ひなは優しい女なのでね。もう巻き取れちゃった、巻いてもらってたんですけど、もう巻きが取れました、ボロボロです。ナシさんいつも可愛いよ、知ってよ、知ってるよ、さらに可愛いでしょ。今回は赤っぽいピンクです。マスクマン、ひにゃにゃも選抜そうだよ。ひにゃちゃん選抜ってこと？オレっち選抜、えらい。大輝かわいいね、知ってるでしょ、かわいいでしょでしょでしょ。だから矢野が帰るのは知ってますでしょ、知っててえらい、かわいいでしょさ。みんなに謝るレベルだったの知らなくてさらに気まずくなってるな。はい、あの皆さんに謝った方がいいですね。とりあえずここに来てる皆さんに謝ったらどうでしょうか。しんどでもあのおもろかったよ。オッケーオッケー、若いから許される。え、キソナイロスケ、え、かわいいっしょ、ピンク、ピンク赤系です。ピンクかな赤かなみたいな。でもそんなブリーチはしてないので派手な感じではないけど、茶色じゃないって感じ。お母さん寝てた、うん、あの酔って、あのみんなに絡んで、あのすごいあの迷惑かけてた。で、うちはみたいな、何してんのって感じで困ってましたまあ若いから、矢野より若いから許される。キサラギさんこんばんは。全然漢字が読めないな、全然漢字が読めないな、どうしよう。未章総理て生まれいで、あんくとうとびおいさらばえよ、岸家老さんこんばんは。マスコン、バーベキューめっちゃ良かった、楽しかった、お姫様、そう、へのプリンセスだから、ありがとうね、めっちゃ楽しかった、本当に来てくれた、ハッピー。てか本当に電車ないだけでマジで気分下がる、悲しい。そう、地爪が弱りすぎてネイルがねできなくて、今お休み中なんですよ、爪かわいそう。その地爪さえもボロボロになってきていまして、もうまた爪が取れるかと思った、かわいそう。頑張って爪元気になれ、爪強化中です。うわ、ほらほらほら、避ける避ける、危ねえ危ねえ。なんか透明のやつだけね塗ってもらってるんですけど、その透明のやつすら剥がれてきて困っちゃうんだよね、なんてこったって感じ。高い流れ星ありがとう、ハートありがとう、ヨミタに来て、そう本当に悲しい、なえガンナエです。あつこんばんは、やっほあつ元気。なんか配信が本当に久しぶりすぎて上手に喋れない。でもそのバーベキューもお部屋の上手に喋れないと思ったら、みんな楽しかったから喋れた。でも私本当にあの夜中に頭が痛くて、あーこれがみんなの言う二日酔いかーってなったんですけど、次の日には元気だったので二日酔いじゃなかったです。俺はお酒弱いのになんか飲めた。めちゃめちゃ楽しかったよね、ひなたはめっちゃ楽しかった。てかお腹いっぱいすぎて苦しかった、ハッピー、楽しすぎた。
だから本当に帰ってからもお腹いっぱいすぎてううってしてた。でも本当に楽しかった。全ての記憶なのに二日酔いでもない11時からバイト行ってるし、あ、ちゃんと行ったんだ。ちゃんとバイト行けてよかった。そう、なんかもうバイト行けないみたいな、やばいみたいな感じでめっちゃ荒れてた。ウケる。最近癒しを求めてる。え、何、癒しを求めてるって何？俺以外にってこと？俺以外なら犬ぐらいじゃね？じゃね。なんかさ、バーベキューで翌日はヒロマルやってました。それはそう、ヒロマルもめっちゃ爆睡した。マジで爆睡した。本当に眠すぎて爆睡した。爆睡した。みんな多分楽しすぎてテンション上がったのプラスお酒いっぱい飲んだんだから、絶対それだよ。でもみんなとお酒飲むの初やったくない？楽しかった。最後のドーナツ2つ食べたもんね。そうなんですよ、私あんなに食べたのにドーナツ食べてたから。そう、美味しいから OK だけどね。何しか求めてない。うん、当然プジョひなのヤッホープジョー、プジョマンじゃなくなってる。ウケる、悲しい。ヤッホープジョー。はちねさんこんばんは。てかなんか本当に配信ってこんなんだったなって感じの記憶。マジで最近やってなさすぎたくないか？そんなことない？昨日はやってなかった感じがする。 BPM さんこんばんは。かわいさ、抹茶菓子1枚目食べた後の記憶が全部ない。2枚目食べたのかな。やばっ、怖っ、やばすぎ。母さんにもっとお酒飲ませればよかったかな。しさん、そうだよね、だってちゃんとバイト行けたってことだもんね。あの本当にやばかったよ。あのやばかったよね、なんか直感とかしてたよね。でなんかあれもしてたよね、最後に残った梅酒の瓶一気飲みしてなかった？私はびっくりしちゃった。おったまげた。なんだこいつはってなったよね。ねえみんな、怖かったよね。ひなに勝てる人は誰もいない。まあ当然、それが当然ですね。ひなちゃんがナンバーワンでオンリーワンなので。だよね。ひなに会いたいって言いながら夏祭りしてた。ね、夏祭り、ひなあれがいいな。焼きそば食べたい。私夏祭りの屋台好きなんですよね。元クレシドラさんのこの配信に森さん来てびっくりした。おお、クレシドラさんお元気かな。はちねさんハートありがとう。ゆさちゃんまたイベントって来た。来て、絶対来て、絶対絶対来て。さっき君島に答えてなかった。今日も見逃すところだった。ちゃんと起きて偉いじゃん。寝てたの？はちねさんハートありがとう。なしさん、え、梅酒の一気飲み覚えてないや。待って、なしさんも記憶ないってこと？待って、みんな記憶ないの？俺は、記憶がしっかりある。バチバチあるよ。ずっちゃあるよ。だからみんなが何してたとかわかるよ。でもなしさんもめっちゃ後半酔ってた。だって顔赤かったもん。みんな酔ってたんだ。でも俺は酔ってなかった。だってみんなに顔全然、変わってないねとか言われたし。だから俺って酒雑魚なんだけど、お酒意外と飲めるのかもしれない。飲めるのかもしれないです。まあ酒雑魚ですが、寝てたよ。おはよう。結構曖昧かも。死んだ。曖昧さん？曖昧さんなの？俺は覚えてる。大客のペンネットありがとう。楽しさがアルコールを超えたかもしれない。楽しかった本当に。 SA さんと04にイケメンに謝っててください。死んだ、言っとくわ。すいませんでしたって言ってたよって。でも本当にそう、本当にねびっくりしちゃった。ヒナの記憶力なめんなっててね。そう、意外とヒナの記憶力悪くないんですよ。いや記憶力うん、意外と悪くないですね。イルダーナフこんばんは。ありがとう。バーベキューの時ありがとうございました。こちらこそ本当に楽しかった。ありがとうね、来てくれて。マジで楽しかった。ハッピー。ひなちゃんも、ひなちゃんはハッピー。
本当にね、今年初バーベキューかな。そうだよね多分。かな、多分そうだと思う。バーベキュー、私バーベキュー本当に大好きなんですよ。絶対に年一はしたい。待って、何時解散、7時で10時だったよね多分。しか10時解散したはず。みんなね、あので写真撮ってバイバーイってしてみんな帰ってったのに、あそうだ、あなただけ帰らなかったんだ。帰らなくて、ピアノとかスタッフさんとかがタクシー乗るところまでずっといて、でうちらがタクシー乗って「え、置いて帰るよ」って言って「さようなら」って言って「あのはい歩きます」とか言って一人で多分どっか行ったんだと思う。で私たちは「あの大丈夫かな」って言いながら、あの車に乗り込んでスタッフさんと帰宅しました。あの無事帰れたようでよかったです。怖すぎ。矢野のイベントで飲むと飲みすぎる気がする。いいじゃん飲みな、いいじゃん飲みな。飲みモチベ高く、まあそんな無理に飲まなくていいんですけど。カリスマさんパチパチパチヤッホー。それマジで何、いや本当にそう大丈夫って感じだった。ぶち帰れてないです。なんだっけ、朝有明いたみたいな言ってなかった、やばすぎ。なさん22時頃に帰ってて記念撮影して解散でしたよね。そうだよ、あ覚えてる覚えてるじゃん。でも曖昧なのか。いやドーナツ食べてきました。食べたよ、てかマジで食べたよ、てかマジで美味しすぎて本当に幸せハッピーだった。ありがとうね、持ってきてくれて。待って、記念撮影何、写真みんな持ってますか。エヒアノが持ってる。みんな持ってないと思う。みんな持ってない。その時ヤドロしたらよかったね。今度会ったら送るね、みんなに。そう、記念撮影したよ。あんた顔ベロベロだったよ。ワッキーさんこんばんは。みんなに迷惑をかけてました。みんなに誰か連れてってあげてって言ってもみんなあーって言って困ってた困ってた。カリスマさんハートありがとう。8月オンラインやるの、多分やる。でもあれやだからトークポートの方にするね。やるとしたらうちの方はちょっと部屋のも入れたんですけど、ちょっとね、ちょっとトークポートにしましょう。やるとしたらそうしましょう。カリスマさんハートたくさんありがとう。あ、かわいい。こんな顔でしたか。こんな顔でしたね。かわいい。他の OG8 メイベント結構行ってきた。ひにゃんにもバーベキュー一番良かったでしょ。ひなちゃんがナンバーワンなんだよ。結局ひなちゃんが一番でしょ。母さん連れて帰ればよかったか、死んだでも酔ってる二人で帰ったらとんでもないことになってそうだね。ウケる。ゆたの会いたいですね。わかる、会いたい。会おうね、ほんとに。待っててね、ちゃんと。特保ね、待ってる、待ってて。そう、特保がいい。さすがに特保にしましょう。特保にしよう。マジでさ、映るさ、爪がなえる、ほんとに。ゆうじさんハートありがとう。ね、こっちはねまだ長いんですけど、でもここね見て、ここ裂けて、あの地爪っていうか普通にひっついてるところまで折れたから、もうね爪がここが取れたらね身なの、かわいそう。だから丁寧に生活してる。丁寧な生活女子してんの今。爪を傷つけないがために。でも帰あの私三重県に一瞬帰るんですよ。今度1週間ぐらい帰るんですけど、 その間にもう今井に会えないので、あの帰ってうちの妹がネイルができるので、ネイルをこれちょっと直して整えてもらって、でまたなんとか持たせて今井さんに可愛くしてもらうかなの予定。なさ、いや堀さんつまちゃんと豊洲駅の先まで一緒に帰ったから一人の中で、あ、よかった、ちゃんと帰ったんだね。よかったよ、みんなで帰って。えない、前髪今が好き。前髪変えてないよ、前髪変えてないよ。気まず、鬼気まずい。マジここら辺は何も変えてない。
色だっけかな。ひなママにもよろしくお伝えください。ひなママなんで？ひなママ、お肉？お肉じゃないよね。何？ひなママなんかあるか。ひなママ、あ、帰るからってことか。帰ってないな、あかり。そう、帰ってない。とりごとのアーカイブさん、こんばんは。なんだ最近さ、雨多くね。私今日困っちゃったんだよね。日傘でなんとかなったけど、そう、雨と雷がうじゃい、うじゃい、困っちゃう、困っちゃう。マスクマン、かわいい、ありがとう。かわいいでしょ。最近まつげも束にすることにしてるんですよ。かわいいでしょ。そう、帰って言ってたからね。あれ、2日連続終わりです。何、2日連続終わりって何。10連絶対溜まった。ないとこ、雨か。あ、私雨本当に嫌いなんですよね。申し訳ないけど、雨というものが本当にあの心から拒絶。ひなのさ、晴れ女なんですよ。だから雨というものが本当に嫌なんですよ。てか髪の毛ピンク、かわいい。マジピンクやね。そんな分かんないか、そんなピンクじゃないのかな、分かんない。基本的にはピンクなんだけど、そんなドピンクじゃないから、あんまりピンクっぽくはないか。かわいい、ドピン。急にウインクしだす女、俺本当にさ、ネイルしてないだけでさ、こうやってピースとかするのも本当にさ嫌になる。なんか自分がネイルしてなかったらこんなに赤ちゃんの手だったんだなっていう感じでなえるよね。そう、なんかネイル外した瞬間に自分の手が赤ちゃんすぎて赤子やんってなった。ひなのって赤ちゃんの手だったのをね、もうネイルしてたからずっと半年ぐらいもう忘れちゃってたんだよ。で、久しぶりに外したら、私の手って赤ちゃんだったんだってなった。だってさ、爪さ、こんな伸びてたんだよ。7年もかかわらず切ることになって、さらに折れて、ボロボロ。かわいい、超！でも寝れなくてもかわいいよ。赤ちゃんの手でもかわいいよってみんなの言ってくると思ってます。いらっしゃい。なんでコメントしてくれないの？意味わかんない。ひなのことがかわいくないってことなんだ。ぜひ、あの赤ちゃんの手だから素敵じゃないんだ、みんな好きじゃないんだ。え、こんなに言ってるのにさコメントしてくれないの、なんで。佐々木さん、こんばんは。気まずい、いや気まずいちゃうねん、褒めよ。え、なんでなん、なんで褒めてくれへんの、みんな。なんで、くれないじゃないか。え、なんで、なんで。ひなさん悲しい、ひなさん悲しいな。コメントしたけどひなから見てないし、どういうこと、どういうこと、何、どういうこと。俺っちのところにだって来てないんだもん。どういうこと。ひなさん手も可愛い。そうだよね、可愛いよね。待って、何を褒めればいいんだっけ。爪ちげえよ爪、まあ爪もだけど、爪もしてなくて可愛いよみたいな、爪してなくても可愛いよヒアロはみたいなことをしてって話だったのにもかかわらず全員が無視しやがった俺様を。おかしいよね。赤ちゃんみたいな手とか可愛いですね。可愛いよね。そうだよね、ありがとう。届かなかったみたい。え、なんで、なんかたまにあるよなそういうの。今うざーとか言おう、だるーとか言おうとしたけど、ちょっと口が悪いのでやめますね。なんで届かへんねん、だるーみたいな言おうとしたんですけど、ちょっとお口が悪うございましたので、あのやめます。私あの口悪い女って思われたくないので、まあ口悪くてごめんって話なんですけど。寝れなくても可愛いよ。まあそうなんですよね、そうなんですよね。世界一だるくて死んじゃった。でもね、本当にね、頑張って早く爪が育ちますようにと祈りながらたくさん寝てる。
なんか寝たらいいとか言うじゃないですか、そういう爪とか髪とかも。私髪の毛前髪めっちゃ伸びるの早い人なんで、その前髪の分が爪に伸びてほしいなと思いながら今生活してますね。はい。でもさっき本当にご飯をたくさん食べてるんですよ。ご飯をたくさん食べてるんですよ。だから本当にやばい。今日も食べたご飯。寝れないってことはクシュしやすいよ。変わんないよ。変わんないよ。やっほい、あすかさん、やっほー、こんばんは。佐々木俊介泣いてます。泣かないで、ニコニコにして、ニコニコになりなさい。やっぱり私は笑顔がね大事だと思うんでしょうね、人生で。だから私は何があってもニコニコで生きようと思ってハッピーに過ごしてます。だから人生ハッピーだよ。みんなも人生ハッピーじゃないよって人はとにかく笑ってみな、笑ってみなさい。めっちゃ切り替わ、なんで折りそうってこと？折らないよ。何があってもニコニコします。そうしなさい。マジで何があってもニコニコ生きなさい。まあニコニコ生きれないよって人は、ヒナがニコニコさせてあげるから大丈夫だよーん。大丈夫だよーんって気持ちでーす。はい。なんかさ、最近のさ、実生活ではさ、別にそんなさ、なんかさ、日常的にウィンクとかをする。してはないんですけども、こうやって配信とかをするとなんかウィンクとかしちゃうね。やっぱりひやまちゃんはキラキラ女子ってことだったんだ。ひなちゃんに会えないから寂しいです。ひなちゃんも、それは本当にひなちゃんも寂しい。何してるの、ひなちゃん。ひやのんがいるから人生ハッピーです。そうだよね、ひやちゃんがいるから人生ハッピーだよね。ちょっとひなちゃんが人生をハッピーにしてあげる。君の人生を俺が彩ってあげる。かっけー。やっぱりひなってかっこいい女。惚れちゃうね、惚れちゃうね、ねねって言ってますよね。ニコニコだけど、さらにニコニコさせてください。任せろ、俺は大得意だ。彩りを加えてください。彩りを加えてあげる。くって少々って感じで。そう、でも私ね、ちょっとね、あの悲しい話があるんですけど、聞いていただけます？一旦あの悲しい話があるんですよ。いや、この前あのうちの、 あのマミーとシスターと電話してたんですね。あのファミリーで電話してたんですけど、その時になんか、え、ヒアノなんかおもんなくなったみたいな、ヒアノはえみたいな、えみたいな、ヒアノっておもんないみたいな、ヒアノおもんないのみたいなって、私本当に泣いてとか、もうびっくりしちゃって、え、おもんないみたいな、焦りましたね。おもんないって言われた。ヒアノは最近まあ会う人といえば本当にひなことか、もうみつほとか、たまにみおとかあったりするけど、そう、まあ今ゆみとかね、本当に大体ひなことみつほばっかりなんですよ、会うのが。で、それで、あの、俺は別にそんな自分のこと面白い女だと思ってるわけじゃないんですけど、楽しいね、みたいな、ヒャノの話面白いよ、楽しいよって言ってもらえてるから、そんな俺はすっげえつまんねえ人間だとは思ってなかったわけ。一定レベル大丈夫だと思ってたの。なのに私は、あの、ファミリーに、え、おもんないよ、みたいな、つまんねえよ、みたいな言われて、へぇーみたいな、俺って面白くねえんだ、みたいな、つまんねえんだと思って、悲しかったんだよね。もう惚れてるよ、当然。マスクマン結婚してありがとう、ありがとう、マスクマン絶対に結婚しような。すでに惚れてますよ、でしょ、偉い。偉い、面白い女さんだよ。そう、俺は別にめっちゃ面白い女さんでいたいわけじゃないんですけど、一定レベル普通の女さんでいたいわけ。つまんねえ女って嫌じゃん。つまんないって嫌じゃない？つまんないってひなの史上結構な悲しい言葉なんですよ。あの、じゃあなんだろう、バーカとかさ、あるじゃん、そういうなんか悪口のこのやつ。なんだろう、じゃあなんだろう、あんまり可愛くないよとか、そういうのあるじゃん。でもひな的には結構つまんねえって結構私的には上位に嫌なんですよ。はい、みたいな、つまんないみたいな、なんでみたいな感じでびっくりしたんだよね。びっくりしたというか、みたいな感じでなったっていうお話でした。
はい。俺もしかして酔って説教人になってた？なんかね、なんかね、説教時という説教時にはなってないけど、あのダルガラミおじって感じ。おじ死んだ、俺より若いのに。ゆうひ久しぶり、やっほー、元気ゆうひ。皆さん、つまんないことないと思うよ。つまんなくはない。ひなと話してて楽しいよね。ひなと話してて楽しいですか？幸せですか？ハッピーですか？え、聞いてますけど、聞いてますけど。あ、こうやってコメントハラスメントしすぎてもあんまよろしくないね。はい、気をつけます。気をつけるくせに気をつけようと思ってないんだよね、野田ひなの。こういうとこ幸せハッピーです。そうだよね。てかさ、なんか手荒れてんだけど、なにこれ。最近洗い物をよくしてるからか、悲しい。野田ひなちゃんにもダルガラ見せましたが、はい、あの野田ひなの困ってました。きっとあんたお店飲みなさいって言って俺に世話されてたよ。俺に世話されてた。プリンセスひなのに世話をさせてた。なんてこったね。本当にもうね、若いからね。そう、坂田さんも言ってた。あ、 SJ さんも言ってた。まあね、ひなないで若いなら仕方ないねみたいな、まあ、若いからねって言って、若いから仕方ないって言ってた。だからみんな若いからって言って許してくれてた。よかったね。世話させたのに記憶ないのもったいないね。本当にそうだよ、本当にそうだよって言ってた。あの、こんなによくしてもらってんのにこれ忘れてんの、やばい、明日絶対記憶ない、バイト行けないとか言ってた。っていうワードをなんかもう10回ぐらい言ってたから、みんなそうだねって、やったねって言って、お店飲もうねって言ってね、みんなに世話されてました。なにさん、ひなと話するともちろん楽しいし安心できる存在です。嬉しい。安心できる存在ってやっぱ一番だと思うんですよね、私。やっぱり安心安全ひなのちゃんなので。でしょ、安心でしょ。照れないイケメンだけど年上だから許してくれなかったのかなね。ワンちゃん許してくれてないね、これ。年上だから。あ、くそ、こいつ年上なのにやべえなって思われてた可能性もあるね。ね、年上だからね。うちらは年下だから許してあげた。またコメント取るからだって。何、どういうこと、なんなん、どない、幸せハッピーじゃなくてどれ、なんでこのコメント取るかんことが起こるの。だるとか言っちゃダメだね。なんで取るかんの、なんで？嫌な気持ち。みんなもなんかコメント届かなかったら言ってね。届いてねえよとか、読んでねえよはなんか、読んでねえよっていうか、届いてるみたいな言って。なんかあったら、俺に申しつけろ。なんか可愛くね？なんで？今日雨に打たれてボッサボサなはずなのに意外と顔が可愛い。可愛いですか？なんてコメントしようかな、なんてコメントしようかな、死ぬて。普通にお腹いっぱい、やばい、苦しい。今日はなんか炒めたやつとご飯食べた。SJ さんコキ使って水汲ませに行ったところだけは覚えてます。やば、そんだけしか覚えてないんだ。やば、いるだな。いつも可愛いでしょ。ありがとう。いつも可愛いよね。嬉しい。可愛いでしょ、ひなちゃん。水増しちゃったらいいよなってこと。そういうこと。自炊してるの。そう、たまにするよ、ひなの。そう、だからなんか洗い物最近めっちゃしてるし、手荒れる、困った。だからちゃんとハンドクリーム塗ったりとか頑張ってるんですよ。俺も一応レディーなので、自炊、そう、作るのたまにちゃんと作ってんだよね、ひなの。エナジーでしょ。可愛くない、なんで、なんか変えたっけ、メイク。
変えてない。あ、この前あれだ、バーベキューの前にマツパに行ってから、そっから配信してないからだ。ダメて、365日24時間かわいい。当然当然だ、365日24時間かわいい。ひなのちゃん、たくみなな初見です。違うよ、元気やっほー。ひなの結婚したらどうしますか。ひなの結婚したら何もしないよ。ひなの結婚したら何もしないです。申し訳ないけど家でゴロゴロ寝て、何もしないです。はい、それでもいいよって人ぜひ。マスクマン得意な料理ないね。ひなの揚げ物、唐揚げとか揚げ物が得意です。揚げ物です。でも大体名前のない料理になっちゃったりする。わかる。じゃあなんだろう、じゃあ冷凍庫に余ってたなんかの野菜とかでパッパーって炒めちゃうとか、名前ない料理ができたりする。家事は任せてください。おお、頼んだ。息持ちないんですか。そういうのさ、小学生までじゃない。そうやってさ、人の揚げ足を取ってさ、そんなことをして楽しいのって言おうと思ったんですけど、ダメチンははい楽しいですとか言いそうなのでちょっと黙ります。息はさせてください。たくみは奈々が元気じゃないかな。ね、見たで、大丈夫かな、元気かしら。みんな最近あれですよね、体調崩してる。みんなも気をつけなさいね。ちゃんと食事をしてお水を飲みまして、寝ろください。元気に元気で生きろよ。はい楽しいです。ほら言うと思った。私はねもう分かっちゃってんだから。いや意外とみんなのこと分かっちゃってんだよね。実は実はってこと。だるがらみおばさんのどひなも死んじゃった。自重はバーベキューの前4日間くらい体調悪くていけるか怪しかったです。体調悪いの続けた方が良かったかもです。なんでやねん、だよね。でも偉いね、体調ちゃんと治して。もう今元気なん。みんな元気に生きろよ。ひながいれば元気100倍です。アンパンマンってこと。そうなの。マジでみんな元気に過ごしなさい。ご飯食べてお水飲んで寝て。今日も元気ですよ。えらいね、ちゃんと元気で。マジでね、ちゃんとね寝なきゃダメだよみんな。あとね、あれだよ、なんだろう、あれだよってなんだ。最近思った、そう最近思ったことがあるの。湯船に浸かんなきゃしんどい。だからみんなも湯船に浸かった方がいいよ。そう思ったんですよね。なんかしんどいなって時は湯船に浸かったら大体元気になる。だからみんなシャワーだけだよって人とか湯船に浸かった方がいいよ。これはマジでね最近思ったことです。前日寝てて声出ないでバイト行ってました。最悪最悪じゃん、やだ。テロテロやん、あんたテロやん、やばすぎやん。でもちゃんと元気になってない。最近22時半までも起きてません。やば、それはすごいじゃん。健康的だね、めっちゃ健康的。俺はあれは結構遅くまで起きてる。でもちゃんと寝てる。てか何時ですか今。何時何分何秒、地球が何周回った時みたいな話。こういうやついるよね。12時23分ね。じゃあ12時半になったら教えてください。12時半になったら教えてね。じゃあ30分で走るね。怖い、大正解大正解。よくお分かりで、よくお分かりで、さすがやん。小学生やん、そうやで、小学生で俺25分やった。30分です、大正解。よくお分かりで、さすがです。ですTH をつけて喋るとカッコつけられることを学んだ。なんかここだけちょっと巻き残ってんの、何本当に巻き取れてる、ね、すごいじゃん。困っちゃうな。でも本当にマミーから気をつけろよって言われた。最近
雨多いから東京地震もあったから気をつけろって言われた。みんなも気をつけろよ。俺はゆっくり生きている。家からあんまり出ないので平気ですが。大輝バナありがとう。ね、家から出てない割に可愛いよね顔。家から出てない割に可愛いよねってなんだって感じなんですけど、ちょっとよくわかんないな、まあ、とにかく可愛いよねって話だね。まあそういうこと。最近あのマンカティ着ることが多い。そうね、この T シャツお気に入りなんでよく着てます。この T シャツで大体生活してる。てか普通に野田部屋の人の生誕ティーとか自分の生誕ティー着て外に出歩くのであれなんですよね。マジで私服を着ない、まあ、着る時もありますよもちろん。何かでちゃんと私服を着なきゃいけない時とか着るんですけど、化粧する時とかはねするんですけど、化粧しない時は本当にあのこういう生誕 T シャツに帽子かぶってすっぴんでマスクで生活してます。人と遊ぶ時ですら化粧しないので、みんなにヒャロンの化粧した顔をあの忘れるぐらいあんたの化粧姿を見てないと3人ぐらいに言われましたね。まずは奥原日奈子、次は桜井美代、次は、今井由美、この3人に言われました。ヒャロンの化粧している顔なんて久しく見てないって、だからあのまた今度は化粧して会おうねって言われてます。よく気まずいです。なのに俺はすっぴんでいきます。気まずいです。まあ、ちゃんとあのどっかなんかカフェ行くとかおしゃれなとこ行くときはちゃんと化粧しますよ。もちろんちゃんと昼活するときはねちゃんと化粧するんですけど、そう最近マジで夜ご飯だけとかだったらいいかみたいな。みんなもだからさ、ひなちゃんがすっぴんだからみんなもすっぴんで来れるの。だからひなのはすっぴんでいるから助かるみたいな言われるけど、久しくひなの化粧姿を見ていないと言われます。だから皆さん嬉しいね、ひなの化粧姿見れて。ジレム銀河一可愛い、当然です。どこのブランド？あの野田ひなの生誕ティーという感じですね。映画館で生誕ティーやると、そう普通だよ、全然普通です。マジで、あ本当に全然私服として着てるので。遠回しに化粧しろって言われてる。そうなんですよ、マジでみんなに化粧しろって言われる。まあ言われないんだけど、化粧してないねみたいな。化粧後の姿の顔がもうどんなんだっけみたいな。すっぴんもたまには見てみたい。あいいよ、全然すっぴんで全然気にせず私はすっぴんでいるので。でもなんかさ、配信するとかなったらさやっぱ化粧すんじゃんっていうね。まあ配信最近全然してないんですけど、で今日はヘアサロンに行ってたので化粧しました。さすがにヘアサロンすっぴんでくるのはちょっと勇気なかった。なんかまつげサロンとかだったらすっぴんでいいじゃん。そうネイルとかもさいいじゃん。でちょっとさ髪の毛ってさ、なんかさ顔を作っあのメイクした後のバランスとかがあるじゃないか。そういうので一応ね化粧しております。またひなの、そうなんですよ、私反対から読んでも同じような名前なんですよね。ダンス服で言ったの違う、今日はちゃんと私服着てったよ、さすがに。今日着てたよね、ひなの着てた着てた。ストーリーを見なさい、ひなのストーリーをちゃんと載せたでしょ。髪可愛くなったよみたいなストーリー載せてたでしょ。それでちゃんと私服着てったの。ちゃんと私服着たよ、バーベキューの人同じ服。あそう、よくわかったね。あそっか、あの当日というか今日バーベキューの時の写真の下は。そうなんですよ、だから変化を見せようと思ってバーベキューの日の写真を先に載せて、後であの今日の感じの髪の毛のやつを載せようと思いましてっていう、野田ひなのあのなんていうの、ビフォーアフターストーリーだったんですよ。気づいた？気づいたの？気づいてないでしょ？気づいてほしいな。そう、ビフォーアフターストーリーっていうことだったの。360度違う。違う！ん？さあ、そうだ。360度は合ってる。ん？ちょっとよくわかんない。360度ってことは戻ってくるってこと？じゃあ違わないってこと？180度違う。ないからなんか分度器だよね、分度器の話だよね。私分度器得意だったんだけどな、ちょっとよくわかんない。気づきました？本当に気づいてんの？本当に？でもそあの同じ服って聞いたってことは気づくか、気づいてたのか。
じゃあ OK。 そう、ひなのさん、今さ、口笛みたい、口笛みたいな、なんかさ、言ったくない、私の口から今発されたよね。もう鳥じゃん、かわいい鳥でしたよね、今かわいい。そう、なんかたまにひなのさんさ、なんか鳥なんだよね。そう、鳥系女子かも。パタ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 、死んだ鳥。美味しかったな、美味しかったね。やっぱりお肉って美味しい、私お肉が大好き。最近ね、でもね、めっちゃ美味しいなって思ったものがあったんですよね。なんだっけ、忘れちゃった。またなんか思い出したら言うね。最近なんか食べて、そう、なんだっけな、なんかこれめっちゃ美味しいみたいな、ハマった、マジ沼みたいなやつがあったんですけど、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。じゃじゃん、よし、あの、なんだっけ、なんだっけ、人の名前のやつ、人の名前呼ぶね。ちょっとなんだっけな、とにかくじゃあ読むね、いきます。13位ロイヘイ、ありがとうございます。12位キミジーマ、ありがとうございます。11位白メガネ、ありがとうございます。10位グラン、ありがとうございます。9位ユージさん、ありがとうございます。8位幻さん、ありがとうございます。7位カリスマさん、ありがとうございます。6位あやか、ありがとうございます。5位なるせさん、ありがとうございます。4位はちねさん、ありがとうございます。3位マスクマン、ありがとうございます。2位大輝、ありがとうございます。そして1位かわさん、ありがとうございます。パチ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 拍手。ランキング、そう、それでしたわよ。ありがとう、みんな、ひなのの配信を見てくれてありがとうございました。とても久しぶりの配信でしたです。またみんな配信したら見に来てね。きよさん、こんばんは、かわいい、好き、おやすみなさい。見に来いだと思ったらちょうど上でした。ごめんね、きよさん、ありがとう。でもギリギリ見てもらえて嬉しい。ということで、また配信するとき見てね。おやすみなさい。ゆっくり寝ようね。矢野さんはもう眠いから早急にお風呂に入って寝るわ。グッナイ、おやすみー。そう、今日ヘアサロンだったからちゃんと起きたんだよね。朝だ、朝に起きた。偉くない？そう、ちゃんと起きてる。まあ最近ちゃんと起きてたりするんですけどね。まあとにかくおやすみ、グッナイ。みんなもゆっくり寝ろよ。